こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さん、初速が最大速、一番最初のアクションが、最も力を込めるところだと思うんですよね。余裕ができてきて、あれこれ考えられるのはもっともっと後だと思うんですよね。ですので私は一番の初心者の意識の時に一番やったかなと。だって初心者なんだもんね。新入生とかだいたい草取りとか声出しとか全力でやらないと引き立ててもらえないですし、次のフェーズに入んないですよね。で、月初に私の売り上げが高いのは、やっぱり速稼塾は頭金3万円だけでいいよっていう触れ込みでスタートした、その分割がだいたいね、月初めに入金してくださる方が多いんですよ。これがね、1万から5万とバラバラなんですけども、それが結構入るかなってところと、あと月初めに前の月の暗号通貨とかのね、利回り計算が入るんですよ。もちろんこれは含み益なんで決済すればっていう形なんですけども、これマイナスになる月がもうほぼないような感じになって、どんどん膨らんでいくかなと。で、去年の秋ぐらいにビットメックスってね、そういうふうな取引所があるんですけども、そこになんかそのセルフバッカーなんかで1万円が入金されるみたいなのがあったんですよ。ビットコインが、そのビットコインが現在時価で10万円というね。だから何もせずに10万円そのセルフバックを順調に、順調っていうかね、素直にやった人は今10万円を手にしているということでね、何もないところからまさにビットコインで10万円生まれたってこともありますね。これ美味しいです、すごいですね。口座開設して1万円が数ヶ月後に入金されて、それが、時価総額上がって10万円になってるというね、そんな連絡も今日ポチポチと来まして、確か私もセルフバックやったなぁと、やったからこそ皆さんに勧めたなと思ったら、私のもね、なんか入って10万円ちょっと増えてるというね、そんなこともありましたね。で、仕事の選び方、有吉さんのこともあるんですけども、そのミノモンタさんとかもね、なんかいただける仕事は全部やったって言ってましたね。あの、男はつらいよの渥美清さんも同じこと言われてました。新人なんだからね、人気がないんだからね、断る余裕はないよと。で、あの、やっぱり役者になりたいわけだと、で、演じれない役があっちゃいけないんだとかね、そんな意識だったと思うんですよ。で、最後にね、林修先生の、必然と偶然という話をしたいと思います。例えば YouTube で顔出しするしない、自分はこういうトークをしていくんだって決めますよね。それが当たるかどうかは偶然らしいんですよ。でも人に頼まれた仕事ってのは絶対に、売れるということで、これはね、必然なんですよね。ですので、人に頼まれるような自分になっておかなくてはならない。人に何を頼まれるか、これを頼んでくれっていうふうな発信をしていく、自分はこれの専門家だ、あれのことも分かる、これのことも経験があるみたいなね、そういうふうにあらゆる角度からアピールしていこうと思うと、とにかくね、依頼が来ると言いますか、申し込みがあるというか、ご相談来るんじゃないかなと思います。だから発信っていうのは必然的にもう増えていくはずなんですよね。自分はこの件しか発信しませんってなると、それが当たるかどうかは少ない視聴者さんの偶然になるんですよ。でも視聴者さんが少なければ少ないほど、あらゆるジャンルで広く浅くやっていけば必ず接点って見出せるんで、まさにね、逆 SEO っていうんですかね、なんかある特定の分野でトップを取るんじゃなくて、トップにはないんだけども、なんかロングテールで全ての分野に自分のコンテンツが散りばめられてますよっていうのはね、これは偶然の確率を高めるんじゃないかなと。その数が1万とか5万とか10万になれば、ほぼ毎日誰かに当たるってことになると思います。さすがにね、動画10万本あって、それがあらゆるジャンルに食い込んでいたら、どれかから申し込み来るでしょ。今ですらね、政治とか NHK から申し込み来るわけですよ。この前パンを食べても売り上げ上がるわけですからね。いや、YouTube 発信って本当恐ろしいですね。いってらっしゃい。